やばいっすね。山内さんなんかいい人なんで今なんかすいません椅子持ってきて申し訳ないすいませんすいません。これやるのステージの上だけなんやろ。言わない。A さん本当ですよ。人の前ではいい格好するんだもん。A さんいきなり嘘でしたね。嘘です。普段からいい人ですよ。はい。さあということでね、じゃあ。はい、おかけいただきましょうか。そうですね、私たちのですよ。はい、我々はここですね。ここですかね、はい、すいません、私こっち、はい、私がこっちですね、はい、ということで失礼します。意外にステージのお転換早かったね。もっと時間かかると思ったんですけども。ありがとうございます。さあ、ということでございましてね、はい、じゃあ準備も整いましたんで、そうですね、行きましょうかね。はい、改めて皆様にまずはご紹介をさせていただきましょう。はい、スーパー GT GT300 クラス、渋谷誠総監督です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続きまして、井口拓人選手。はい、はい、よろしくお願いします。そして山内秀樹選手、短い間ですか、はい、よろしくお願いします。いやもう聞きたいことなんて山ほどあるわけなんですが、はい、そうですね、はい、でも考えてみればこうやってスーパー GT あってニューがあって、はい、そしてラリーもあってって、はい、いろんなカテゴリーを STI は取り組んでるんだなっていうのは分かりますよね。本当にそうですよね、はい、時間がちょっと足りないかもしれませんが、はい、行ってみたいと思いますけども、はい、渋谷さん早速なんですがシェイクダウンという形で、うん、もう車を本当に動かし始めてまだわずかの時間しか経ってないわけなんですけれども、はい、まずちょっとそのあたりの話からしていきましょうか。今シーズンの車、はい、マシンの仕上がり具合というのはいかがなんでしょうか。そうですね、まあ、去年の課題をですねいろいろこう、まあ、振り返ってみると、はい、20項目ぐらい課題があったんですよ。20項目、はい、20でその20項目を1個ずつ潰して、とにかく強くて速い BRZ にしようということで一丸となって取り組んできた結果が 今あるんですけど、うん、仕上がりとしては、非常にいいと思ってます。ああ、そうです。もちろん細かい合わせ込みとかですね、うん、そのコースに合った、まあ、セッティングとかありますけどベースは非常によくできてて手応えを感じているところです。なるほど。まあ、スーパー GT をよくご存知の方だったらもうお分かりの方ばっかりだと思うので、はい、今更の話かも分かりませんけど実はスーパー GT って GT500 と GT300 ってあるじゃないですか、はい、でその中でスバルは、この STI としては GT300 に出てるんですけども、はい、最近この300がやたら密度の濃いレースをしてまして、はい、本当に大変レースですよね。自分でも実況しててなんなんですけどはっきり言って500よりも忙しいんです300の方が、うん、そうだと思います。そこの中で一勝を挙げるっていうことがいかに至難の技かっていうのは多分現場の皆さんがものすごく痛感をしてらっしゃることだと思うんですが、はい、そこでまず一勝を挙げられたっていうのは僕すごいことだと思うんですけど、うん、やっぱりさっき冒頭のお話にもあったように、はい、リタイアもありましたから、うん、そういったことも含めてやっぱり潰していくものを全部潰していきたいっていう思いの今シーズンはまず取り組みから始めたっていうことで理解でいいですか。ジャシーです。そうですね、うん、当然、リタイア3回してしまったというところの反省とそれの、はい、まあ、対策もありますしあとやっぱりなんとか一勝したいというそのドライバーも含めてチーム の、うん、その結束力が固まったというところもありますしね、はい、それが、まあ、結果的にはその一勝につながったなというふうに思ってます。なるほど。さあじゃあドライバーにもちょっとね、はい、そうですね、行ってみたいと思いますけど、うん、多分ドライバーってねハンドル握ってまず最初にわずかに動いた転がしたところからこれいけんじゃねえかとかねその瞬間に分かるっていう話をね、うん、聞きますけど井口さん、はい、よかったんじゃないの。どうでした。今年は明るいんじゃないでしょうか。おっと、嬉しいね。嬉しいよその言葉。いや本当に去年はね渋谷、はい、さんからもあった通りなかなかは僕たちも悔しい表情を見せるレースが多かったんですけど、うんうん、まあその中でやっぱファンの皆さんの応援があって、まあ意地でスバルの意地で一勝取れたと思ってますし、うん、ファンの皆さんのおかげだとも思ってますし、はい、今年はやっぱそういうレースを続けなきゃいけないなと思いますし、まあ、今年走り始めてから非常にいい流れで今来れてて、うん、もう本来だともうちょっと先ぐらいにそのテストすることをもうすでに終わってるっていう今年のスタートが非常に良かったので、うん、まあ、そういった意味ではまあ、この後また公式テストの岡山と富士って続くんですけど、はい、かなりいい内容のテストができるんじゃないかなと
確信してます。なるほど、はい、冒頭から力強いコメントが出てきて、ね、はい、ちょっと我々もなんかこう奮い立つ感じがしますけれども、あの同じくもちろんですね、山内選手もステアリングを握ってらっしゃると思うんですけども、はい、ちょっとその最初の印象を聞かせてくださいよ。はい、もう全く同じになってしまうんですけど、やっぱ非常に、まあ、去年に比べてやっぱ旋回性とかもすごく強くなってますし、自分たちがこうやりたいと思って飛び込んでもそれに応えてくれるっていう感覚がすごく今年強いので、やっぱ全体的に強くなってるんじゃないかなっていうふうには思います。はい、ということはなんかもう一番皆さんが多分乗られている STI の車なんかにも同じように来てる、やっぱりこう受け答えがすごくドライバーと車との対話っていうのはスムーズにできてる感じ。そうですね。でセットアップとかも結構こういう風にしたいとか、エンジニアさんから言われてこうやりたいっていう話を結構もう親密にできてて、でそれをやることにどんどんやっぱ成長してってるので、そこの一体感っていうのがすごく今気持ちいいですね。わ、はい、やってて気持ちいいっていう言葉が出ましたよ。よく STI のねスバルの車を乗ってる方はね、走ってると気持ちいい車だなとかってよくコメント聞きますけど、まさにそれが今レーシングカーでもちょっと、はい、実践できてるっていう感じがする。渋谷さん、ちょっと怖いぐらいなんかいいこうコメントばっかりがドライバーのお二人から聞こえてきましたけど、現場としては非常に士気が高まってくる感じがしますよね。そうですね、はい、まあ、ドライバーが今言ってくれた内容は全くその通りだと思うんですけど、まあ、まだ細かい課題はね、さっき見ましたけど、はい、やっぱりあるんだと思ってて、まあ、そこをいかに綺麗にこう潰し込んで本番のレースを迎えられるかっていうのがやっぱりいい結果につなげることだと思ってますんで、そこができるかできないかって、それはもうこれから の残された時間にかかってると思ってますんで、はい、そこをしっかりやっていきたいなと思ってます。まあ、このやっぱりねスーパー GT って本当にさっきも言いましたけど、はい、複雑だしいろいろな戦略も、それから多種多様な車がいるので、自分たちの理想だけをぶつけたら優勝できるかったらそうなかなかいかないっていう ね、難しさってあると思うんですよ、はい、でもね全国各地に私行きまして、何よりも一番ね熱いメーカーの応援団がね、はい、やっぱり集まってるのはスバルの応援席がすごいんですよ。一度でもサーキットにスバルの応援で行ったっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。一度でもスバルの応援を言ってくれたっていう、こんなにたくさんですよ。ありがとうございます。ほぼ 100% の方でございますね。ありがとうございます。でも嘘じゃないよね、タッティもそれから山内選手も、これだけたくさんの皆さんが今いたけど、本当に全国で奮い立たされるよね、あれはね。いやもう本当そうです。もう先ほど辰巳さんも言われてましたけど、スバル単独のイベントでこれだけの予想したら本当ですよね。びっくりしますよね。すごいですよね。来てますよ。前のめりでがっつり来てますよね。本当、まあ、そのファンの皆さんの応援に、やっぱり去年は何回も助けられて、何回も僕たち倒れかけたんですけど、何回も立ち直って、で優勝につながったので、本当にこうスバルの一体感というかはもう毎年毎年在籍するごとに感じてます。はい、山内選手なんかももちろんね、やっぱりこうスバルのメンバーに加わって GT に出るようになって、そのスバルの熱さっていうもの、ファンの皆さんの熱さっていうものは感じてると思うけど、まあ、去年もね当然厳しい言葉もあったと思うけど、優勝してまたみんなすごいボルテージ上がって、そうですね、やっぱり勝った時のみんなの歓声であったり、またここで井口選手が予選すごく前に行って2位取れたんですけど、その時でも歓声がすごかったんですよね。はい、なんでやっぱこんなにスバルのみんな応援してくれてる人が大声出すとこんな声って届くんだなって思いましたし、やっぱり去年苦しかった時もすごい助けられたので、今年はもう逆に僕たち本当みんなで頑張って、皆さんが辛い時に あいつら頑張ってるから俺も頑張ろうって思えるようなレースをしたいなっていうふうに思いますね。はい、素敵な話ですよ。もうこれだけでもう今日は帰ってもいいね。もうこの話聞けただけで帰っていい。ここで解散ですか。いやでもね、本当にそのやっぱりこのね、さっき車とドライバーのやり取りという話があったけど、僕ね、どのメーカーのいろいろな見てるけど、本当にね濃密なやり取りがねこのね、ファンとそれから STI スバルのメンバーとはあって、なんかすごいなと思います。だから皆さん今年もね1回でもいいから、いやできれば全線行ってもらいたいんだけど、1回でもいいからぜひサーキットへ足を運んで皆さん応援をしていただきたいと思います。皆さん応援しに行ってくれますか。どうですか。皆さん応援しに行ってくれますか。ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで時間ですので、まとめてくださいというね、もう時間、じゃあ最後にですね、じゃあどこで勝つかを宣言して、せっかくですから、はい、それはちょっと
結構ちょっと今表情がっていう感じ。多分もう井口選手は絶対オートポリスっていうと思う。地元やしな。地元やしな、はい、なので、まあ、でもね今本当に大排気量のすごい GT3 のねスーパーカーたちがうようよ来てるからね、本当にコーナリングでねこの2人がキレッキレのドライビングで行ってて、はい、かっこいいとこ見せてくれるんで、はい、まあ、そういうところかなっていうイメージも膨らませながら、はい、じゃあお二人からちょっと今年の意気込みを改めてファンの皆さんに熱い思いを、じゃあ山内選手からいきましょう。はい、はい、そうですね、まあ、先ほど、言ったことと同じになってしまうんですけど、本当去年は、たくさん皆さんの応援ですごく助けられました。なので今年は僕たち一生懸命頑張って、またいい結果出して、皆さんに仕事辛い時にあ、スバルみんな頑張ってるから俺も頑張ろうって思えるようなレースをしていきたいと思いますので、ぜひ今年1年も、応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれでは井口選手も熱いメッセージをお願いします。はい、本当に皆さんのおかげでというかファンの皆さんの応援があって僕たちは精一杯走れてますし、今年はそのファンの皆さんに恩返しする時だと思ってるんで、僕もスバルに入って5年ぐらい経ちますけど、ずっと言ってるやっぱシリーズチャンピオンっていうのを取りたいと思います。なので今チーム全体でその準備をしっかりしているところなので、ぜひ期待してください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後に監督に締めていただきますか。はい、そうしましょう、はい、お願いします。はい、ですね、本当に2人も言ってましたけど、去年は、皆さんに非常にこう残念な悔しい思いをさせてしまったっていうのがやっぱり我々の中にあってですね、でなんとかそれを恩返しするというのはやっぱり今シーズンだと思ってます。ですのでチーム一丸となって今取り組んでますし、皆さんに恩返し間違いなくできるというふうに思ってますので、また温かい声援をよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、渋谷監督、総監督もありがとうございました。ありがとうございました。それでは改めまして、はい、スーパー GT、GT300 に参戦する皆さんに盛大な拍手をお願いいたします。はい、どうぞ大きな拍手をお送りください。井口選手、山内選手、そして渋谷監督、ありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、井口選手、はい、山内選手は次のコーナーに、あ、今度はニュルブルクリンクの話に変わります。はい、はい、ですので渋谷監督はご講談、はい、どうもありがとうございます。監督どうぞ大きな拍手をお願いします。忙しいね、2人ともね、まだおかげさまで。ありがたいです。頑張って働かないとね、いろいろね、はい、日本でもね、ドイツでも、はい、さあ